秋田会新党は、明治時代に秋田県で決闘された自由民権を主張した地方政党。長野新聞記者をしていた大久保哲作が帰郷し、新地ギリシャの成田直江、久本、長寺、荒谷昭吉、山大太郎、秋田政団会の鈴木喜一らと共に1882年6月に結成した。6月18日には、 秋田町寺町の明覚寺において決闘式を挙げている。党綱領は、というもので、機関紙として秋田日報を発行した。県会議員の多くが党員として属し、予算削減、県民負担軽減を唱え、当時の秋田県政会を主導した。しかし、県知事の勧誘工作により数名の党員が管理に転向するなどしていた中、 1884年4月25日、筆火事件によって刑が確定していた、秋田日報編集人、安藤和風の入り感送別会を開いたが、折しも同日、見解を終了した秋田県会議員団が、県知事や県書機関などを招いて、宴会を催しており、19名の党員議員が、安藤送別会を欠席し、県会の宴会の方に出席した。また、 見会の宴会で命定した上で、送別会に参じるものもあり、これに激高した党員が、この19名に助登場を送付するなどして、党内対立が激化し、同年7月、期間紙、秋田日報の休館とも相まって分裂、回答状態に陥った。ありがとうございます。